渡辺太一は日本のミュージシャン、俳優、映画監督、ロックバンド、黒猫チェルシーのボーカルである、兵庫県神戸市出身、東京造形大学デザイン、学科映画専攻領域卒業、ソニーミュージックアーティスト所属、重慶はザ・五十回転図のダニー。2007年、高校在学中にロックバンド黒猫チェルシーを結成して、ボーカルを務め、 2010年リリースのミニアルバムネコパックでメジャーデビュー。2018年10月で活動を休止した。2009年3月映画色速ゼネレーションで演技未経験ながら2000人の中から主役に選ばれ、同年8月公開の同作で俳優としてデビュー。この演技で第33回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞した。 本作を三谷浦淳とリリー・フランキー曰く、本童亭だから伝わる、演技じゃできないと評価している。2011年10月、NHK の連続テレビ小説、カーネーションで連続ドラマに初出演した。2015年7月、舞台、男子、レッツ・ラゴーンで、初舞台で主演を務めた。2015年11月、大学の卒業制作として制作し、 PFF アワード2014にて審査員特別賞を受賞したモーターズで映画監督としてもデビュー。2021年7月、テレビドラマ、痛いけに恋してにて地上波の連続ドラマ初主演を務める。2018年のバンド活動休止以降は俳優活動が目立つようになっている。ありがとうございます。